テオドール・フェルストラーテはベルギーの画家である。主にベルギー田園地域の風景や人々を描いた。ヘントで生まれた。父親は劇場の楽団の指揮者で、母親は人気のある女優であった。1852年に家族はアントウェルペンに移り、その後ブリュッセルに移った。子供時代は音楽を学び、両親の巡業に同行した。絵を描くことにも熱心で、 1867年からアントウェルペンの美術学校で学び始め、版画も学んだ。美術学校では風景画家のヤコブ・ヤコブスに学び、同じ時期の学生にはエミール・クラウス、ジェフランボーラがいた。1876年頃、初めてアントウェルペンの展覧会に出展し、その後も展覧会への出展を続け1882年に、 パリの展覧会で、戦外科作となり、アントウェルペンでは金賞を受賞した。1878年にアカデミーでの修行を終えて、翌年からアントウェルペンに近いブラスカートに家を建てて移った。この街を拠点に、周辺地域の風景を描いた。ブラスカートの画家と呼ばれ、多くの画家がフェルストラーテと共に作品を描き、フェルストラーテの指導を受けた。 ブラスカートパと呼ばれる画家には、ヤン・フランシス・シモンス、フランツ・ハンバラー、ジュールズ・グエッテ、エフェルト・ピーテルス、ローザ・レックといった人々がいる。1883年に、管理ツサロンの運営に反対するグループによって、20人展が設立され、フェルストラーテも、設立時のメンバーとなるが、主要な他のメンバーに比べて画風は、保守的であり、2年後にメンバーを辞めた。 1883年にピエト・バーハートらと伝統を維持することを主張する美術家グループウィース・ユー・ゼルフの共同設立者となり、このグループにはフランツ・ファン・クー・ジェイク、ユージン・ジョース、エドガード・ホリシン、エミール・クラウスらが加わった。1891年にはデッサーティンの共同創立者になった。 このグループは1899年まで存続し3回の展覧会を開いた。ありがとうございます。